こんにちは、翔太です。今回はですね、6周年祭見ていきますか。ちょっと荷物が来そうなんで、もしかしたら途中で終わってしまうかもしれないんですけど、見ていきます。はい、非常に美しい感じでしたね。いや、これでですね、ちょっと YouTube さんから怒られたくはないんですけど、まあ、かなりですね、これはもう見せて、残しておきたいなと思いますので、ぜひですね、勘弁いただけたらなというふうには思います。それではですね、見ていきますか。赤穂師範、おお、ちょっとあんまり読んでなかったな。そうですね、去年も桃源祭でこんな感じだったかなと思います。というか、おー、露伴なんか目やばいぞ、大丈夫か。はい、じゃあ一つずつ見ていきますか。まあ簡単なものから見ていきますね。まず花盛り花散るに関してはですね、こちら20日間にわたるですね、ログインボーナスイベントになっています。まあ今日入れると21日分あるのかな。で、ログインボーナスの内容としては14日分あって、で、まず受け取るの忘れないようにしてくださいというところと、ここにですね、古いメモと星の輝き、毎日もらえるので、取るの忘れないようにしてください。ここの交換に関してはですね、ちょっとまだ多分どこにも書いてないかなと思うので、そうだな、この自走通信ってやつかな、ここになるのかな。ちょっと どこで交換できるか、これか、あ、これか。ここで交換できましたね。あ、そしてなるほど、これは長江の、鑑賞用アバターだったんですね。なるほど。で、こっちの後ろにいるキャラクターは、あれ、これも一緒か、一緒じゃないように見えるけどな、目の色とか。この後ろにいるキャラクターは違うかなって思ってるんですけど、まあ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 、ですね、まず古いメモですね。こちら150個で、長江の絆30もらえます。6個ですね、900個確保すると、長江を、取ることができるので、まずはそちら優先してください。で、こちらのですね、アバターはただの見た目のアバターなだけなんで、見た目のアバターここに来るってことは、MR アバターもしかして来ないのかな。あー、まあちょっとわかんないですけど、まああんまり取らなくていいかなと思います、無理に。このスタンプもですね、まあこの期間限定に、興味がある方は、あ、大谷子、大谷子、鬼谷子、お、これ新キャラの名前じゃない、後ろにいるキャラクターの鬼谷子、鬼谷子じゃないような気がするけど、おお、はいはい、あ、このキャラ、あ、鬼谷子って言うんですね、なるほど。まあ、優先度としては、まずキャラは取ってもらうのが優先度高いかなと思います。無課金のキャラなんで。で、次はやっぱり遊園地プレゼントですね。取ってもらって、余ってるなら、私は5時間戦闘券かなって思うんですけど、それめっちゃ余ってる方は戦略セーターでもいいかなと思います。で、特別交換の方ですね。こちらは古いメモ余ってくるんだなとは思います。さすがに。ちょっとまだですね、全貌がわかんないんで、どんぐらいもらえるかっていうところがわかんないんですけど、余ってる方はこちらでですね、MR 幸運券であったり、MR 割引券と交換してもらう。まあ、5回と10回しかできないですけど、やってもらえばいいと思います。で、次はですね、古い雪国見ていきますか。月のギフトですね。こちら、今月のギフトやってる方はですね、追加でアイテムもらえるので忘れないようにしてください。で、ベニヒスエ交換ですね。あ、おお、持ってないな。持ってないけど無理やな。60×5 の300区ですね。ベニヒスエ持っていると、UR のキャラクターですね。陽気比と王将くんと座敷わらしもらえるので、まあ、取れる方はですね、取ってもらうといいと思います。まあ、全部無課金のキャラたちですね。で、明日からは放置経験値増加っていうのと、キャンペーンカレンダーのボーナス報酬が増えるっていうのと、ショップの無料回数の増加が起こりますんで、こちらですね、昨日銀貨の使い方とか集め方について話したので、参考にしてもらえばいいかなと思います。で、来週にはですね、なんか累計消費イベントがやってくるみたいです。次はじゃあ成功例見ますか。こちらはですね、ただの
まあ、星の輝きですねっていうのを集めたただの軍令です。以上です。本当にもうただの軍令なんで1000円でですね課金いただくのがおすすめです。星の輝きっていうのもですね至るところにあるので回収忘れないようにしてください。で、ですね、気候番線ですね、こちらはいつもあるですね3つの材料を選んで、まあ、作品を作り上げるっていう風なものになります。で、まあ、3×3 の9マスあってそれぞれですねビンゴ形式で列が完成すると、アイテムがもらえるっていう風なものになります。で、全部解放するとですね特別任務っていうのが解放されるんでそれはですね、まあ、この中のヒントが言われてですねどれか作ってって感じになるので、まあ、ちょっと試しに作ってみますか。まあ、私一通り確認したんですけど基本的にはこの左から、選んでもらうといいと思います。左3個左2個真ん中1個みたいな感じで順番にやってもらえばいいと思います。さっき左3個やったんで次は左2個で、角材で次は左2個で丸材みたいな感じでやっていくと抜け漏れなくいけるかなと思います。ちなみにですねこの異形材2個と角材1個これ外れです。なんかできて、一応ですね、アイテムはもらえるんですけどここの9枠の中には入ってないので、過去に作ったものはですねここで確認することができるので、まあ、後から特別任務やる際はですね、まあ、これを作るにはどれが何個必要っていうのはここで確認してもらえばいいかなと思います。1日2回できるので、まあ、5日間で一通りですね、終えることができるかなと思うので、まあ、忘れないようにしてください。で混沌侵食見ていきますか。ちょっと私これまだ見てないんであれなんですけど、まず星の際ですかねっていうのが必要みたいで、段階1と段階2の参加に、必要なアイテムで最大12個まで、収納可能らしいです。ちょっと押してみますか。まず第1段階が、イベント開催後から開催できるみたいで、あ、書いてありますね、星の際ログインですね。今私3つありますけどこれはログインで3つもらったって感じみたいです。でデイリー任務の活躍度の宝箱から、星の際3つ合計6個毎日もらえますと。で最大12個まで保存できて、上限を超えた部分は自動的に処分されるので、まあ、2日分は貯めれるって感じですね。で段階1がどんな感じなんやろ。沈黙の浄化、サーバーの全プレイヤーが新鮮された沈黙に星の際を献上することができ、献上するごとに一定額の古いメモと星の輝きを獲得できる。各沈黙に、一定額の星の際を献上すると沈黙が浄化される。沈黙は全部で6つあって、浄化に必要な星の際の数はサーバー共通で浄化度が 100% に達成すると、解放される。浄化後その沈黙の隣接する沈黙も確認できるようになる。沈黙が浄化されると放置収益が機能し始め、サーバーの全プレイヤーが収益を確保がお得できるようになる。全プレイヤーは熱いな。収益は2時間ごとに1回算出され、最大6回まで保存できるのでお早めにお取りください。これはスタートダッシュした方が良かった感じかな。で算出先が6種類あって、あ、まあ、でもそんなかな。宝石剣3とか鋳造結晶の紫1とか強化石5、覚醒炭1、訓練所3、2、攻撃戦団5なんで、まあって感じですね。あ、これがそれか。で、現在の浄化度が 51.3% で、ここはすでに混沌に侵食されてますと。で、他のは選べない。あ、隣接してるやつはまだ選べないんですね。あ、こんなもらえんの？あ、これで3つ分使ったのか。なるほど。それで 0.1% しか増えないのか。これちょっと結構大変そうですね。まあ、でもこれ自分でできることも特にないですよね。あ、鬼谷子先生からなんか言われてる。なんかちょっとみんなイメチェンした。何今の。はい。なるほど。ちょっとこの段階だとあんまりよくわかんないですけど、まあでもこれもみんなでやってるんですよね。あ、ちょっと増えた気がする。なんでまあ気長に待つしかないですね。私一人の力でできるのは、毎日6個献上することだけなんで、まあそれはですね、やらせていただこうと思います。まあ、ちょっと現段階だとですね、まだよくわかんないっていうのが正直なところです。で、1日やってみて、古いメモの確保枚数は70か。で、一応21、今日入れて21日間開催されて、まあ、70は絶対もらえると。21だから、1470か。ってなると、
まあちょっともっともらえると思います。なんでまあ最低限毎日今のことをやっているだけでも、超高と遊園地プレゼント、ここは1300あれば取れるので、取れますね。なのでまあ忘れないようにしてください。ね、まあ毎日やるのが大事なイベントだと思いますし、まあ後半でまたいろいろもらえるものも増えてくるかなと思いますので、まあとりあえず今の流れをですねやってもらうのがいいのかなと思いました。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。